京都のマサです。今日はね、毎度毎度ですけど宇治川の方にね、来てますね。まあ、ちょっと市内でね、出る用事があったんで、そのついでにね、ちょっと南の方へ回って、うちの方でもちょっと見ていこうかなと思ってね、出てきました。あまりね、ゆっくりは回ってられないですけど、ちょっと紅葉の綺麗そうなところをね、行けたらと思います。うちの奥にね、源氏物語ミュージアムっていうのがあるんですけどね、まあ、宇治といえばね、源氏物語のね、舞台にもなってますからね。なかなか綺麗ですね。すごい、今一番綺麗な時期かな。
ジは600円。すごいね、綺麗ですね。だいぶね、散ってるもみじもありますけどね、まだまだね、黄色いもみじ、赤いもみじ、いろいろね、このぐらいが一番綺麗だね。この辺が、この辺か。この辺も綺麗ですね。これ出ると宇治神神社にね、出るんですよね。宇治神神社さん、対岸がね、平等院ですね。この橋を越えたね、対岸が平等院です。観光客の人もいますけど、まあでも
京都市内ほどじゃないんですよね、やっぱり富士はね。紅葉もね、全然京都市内にね、気を取らないぐらい綺麗なところもありますけどね、やっぱりこっちの方がちょっとアクセス悪いのか、観光の人はねちょっとは少ないんで、まだいいですよね。